どうもノーモーションです。よいしょ。さあやってきましたよ今日は。そうでございます。龍が如く初のですね、はい、リアル体験型ゲームイベント、そう、100億の少女誘拐事件、こちらを今日プレイしに来ました。しかも見てください、私たちの学校、俺は登場界4代目トップ桐生一馬だ。桐生ちゃん、わしやね、真島五郎や。はい、皆さん、桐生と真島と思わないと進みませんので、よろしくお願いします。というわけで、真島の兄さん、なんや、早速プレイしようじゃないか。せやな、楽しみやね。行きましょう。おお。さあ、ということで、はい、早速このバインダーいただきましてですね、見てください、このように開いていくといろいろ書いてあるす。すごい、まあ、注意事項とかも書いてますけども、はい、ストーリーシートね、はい、出てまいりました。ストーリーシートを読み進めながらゲームを本当に進行していくという。で、マップもありますよ。歌舞伎町全域じゃないですか。そうなんです。全部本当に自分で街に繰り出していって手がかりをつかみながら。そうなんです。そしてちょっと見て、ほら出ました、桐生一馬とライン交換。桐生さんとライン交換ができる、これはすごいことですよ。今まであった桐生一馬とラインが交換できる？ないですね。 OK、 はい、じゃあ桐生さんとライン交換します。来た、来ました、桐生一馬速攻ライン来ました。桐生さん来ました。さあ、なんて書いてあるの？桐生一馬だよ。これがラインか。今は随分と便利なものがあるんだな。いい、いい。そうですね確かにそう、あまりそういうの疎いですから桐生さん。そうですね。早速じゃあ、真島兄さん、歌舞伎町、いや、亀の町に列調査開始だ。せやな、キュウちゃん。はい、早速行ってみたいと思います。よし、頑張ろう。ワイヤーが事件解決や。